Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。イングスリストでやっていきましょう。今回はでございますけども、悪魔の実は一つしか食べれませんという話が嘘なのかもしれないという件についてお話をしていきたいなと思います。これはね、誰もが考えたことあるところだと思うんですけども、実際本当なのっていうね、やはり世界政府の言うことっていうのは、まあ、割りかし嘘が多いということだったりとか、真逆のことを言っているっていうね、そういったようなことっていうのが結構あるわけですね。だから今回も同様に、実際は2つ食っても大丈夫なんじゃねえのっていうね、そういったような可能性があるのかもしれないというね。まあ、そもそも根本として、悪魔の実っていうのがみんながなんか、よし、食べようと思って海に出てゲットできる代物ではないんですよ。それを求めて、ずっと探し回って見つからずそのまま死んでいくっていうね、そういったような奴らがザラにいるんですよ。だから悪魔の実をゲットできた時点でめちゃくちゃレアです。で、あとはまあ購入っていうのもできるかもしれませんね。そういったね、闇の市場があるっていう話でございますからね、そこで買うこともできるのかもしれませんけども、いくらかかるのっていうね、億単位でございます。億単位普通の人間が持っているのかね、それは想像にないですよね。ということで、まあ、そもそもゲットするのは困難である。で、やっとゲットできました、やっとゲットできて、で、さらにゲットできましたなんていうようなことがそもそも滅多にないんですよ。だからこその、まあ、実際その嘘っていうのが無限に続けられるんではないのかっていうね、そういった話でございます。で、まあ、この話は今あくまでね、ちょっと触りをお話ししただけなんですけども、これはコメントをいただきました。それというのが安倍おタクさんからのコメントでございます。悪魔の実2個以上食えないのがデマとかないかなって最近思ってたんですけど、なんか食ったらどうなるかが CP9 のジャブラぐらいしか語ってないし、それも確実性のあるものではなかったから、五老星が脅威をなくすためにデマを流して、全員かはわからないけど五老星の中で2個以上食っている人がいるのかもしれないと考えました。根拠とかはないんですけど、ただそうだったら面白いなぁと思いましたっていうね、そういったコメントでございます。いや、めちゃくちゃ面白いし、ありえるでしょう。まあ、そもそも五老星の中には2個以上食っている人がいるのかもしれないっていうね、人っていうのはそもそも間違いなんじゃないのっていうこともありえるよねどっちにも持っていける話で、僕がね、ちょっとこれまとめていったんですけども、そもそももしも五老星たちがまあ人でなかった場合、月の民ということで、まあ宇宙人ね、ざっくりと宇宙人だったとして、そうしたら2つ食えますなんていうようなシステムがあるのであれば、まあそれで相当面白いよね。だから奴らはそれぞれが2個とか、まあ3個は知らんけど、まあ複数能力を得ているっていうね、そういったような可能性ってのもなくはないと思います。まあなんかこうイメージ的には、スザクとかゲンブーとかそっち系の奴らがいた方が俺的にはなんか面白いなと思ってさ、あのゾーン系でそんなにいないし、幻獣種祭りでいたら面白いなっていうふうには思うわけでございます。幻獣種祭りっていうのも、もしも幻獣種をベガパンクが作っているのであれば、そいつらに一番いいものを食わせているみたいなね、そういったのも面白いなと思ったんですけど、ただまあ彼らが人でない場合、人でなくて、まあいくつも食えるっていうのであれば面白いなっていうふうに思うんですよ。で、実際にまあこの嘘かどうかっていうのも難しい判断ではあるんですけども、少なくともその五老星たちっていうのがまあ食っている場合もあれば、二つ食っている場合もあれば、食ってない場合もある。というのも、黒ひげが悪魔の実を二つ食ったっていう情報を聞いた時に、その中の一人金髪の五老星の兄ちゃんが、じいちゃんね、じいちゃんが言った言葉で、悪魔の実を二つ食べた人間など歴史的にも前例がないっていう風に言っているんですよ。だから悪魔の実を二つ食った人っていうのは今までにいないってことを言っているんですよね。確かにそこから考えていくと、まあ、そもそも五老星たちも同じ人間であれば、いやいやいや、二つ食うなんてありえねえっすよってこう発言しているのも同様だから、イコールジャブラの言っていることは本当であるっていうね、嘘ではないっていう風にも取れるわけでございます。だからこそ黒ひげが二つ食ったことをめちゃくちゃ驚いてるっていうね。だけども、もしも彼らが言っているように、悪魔の実を二つ食べた人間などっていう人間を指して、人間は2つ食えないんだ、だけど我々は人間より優れているから2つ以上食えるんだっていうような意味合いを持たせてくるのであれば、だいぶことは厄介であるっていうね、そういう風にもまあ取れるわけでございます。で、そうなってくると今度は、なぜじゃあ黒ひ
ヒゲが食えるのかっていうね。でもっと言うとこれ余計に俺の中で混乱しているのが、まあ D の一族っていうのが一体何なのかっていうね。可能性としては D からの半月、半月からの月をイメージしているところからの D の一族っていうのは、まあ月の民であるっていう、そういったような考え方もできると。まあ一つの考え方として、だけどもその侵略者としてイム様たちを置いていくのであれば一番っぽいなっていうふうに思うところはあって、まあもろもろとそれは別で動画出してるんですけども、そうするとなんかなんでしょう、内戦でも起きてんのっていうふうにも思えたりするわけだよね。まあそれも実際なくはないんだけども、前に一回お話をして、そのなんか二分割された、空から来たやつらがスカイピアに残る組、降りる組で分かれたみたいな。でさらにはそこでシャンディアとかね、いるわけで、で彼らってのはもともと地上にいたわけですよ。地上にいて、で地上にいる頃から羽が生えているんですよ。で思いっきりノックアップストリームでバコーン打ち上げられて空島に行って、でスカイピアの民と戦争が始まったっていうね。だけどもカルガラはその時から羽がついているんですよ。地上から来たのになんで羽ついてんのって話なんですよね。それというのがもしかしたらそういったような、例えばその地上に降りるタイミング、侵略者たちが来て、で一発空島に降りて、でここ降りれるんだみたいな。でもさらに下だよね、俺ら正解降りるわってなって、いやいやでも降りたら戦争始まりますやん、下に人住んでるやんってなって、スカイピアの民はいやいやいやっていうことで残っていった。で逆に奴らそのまま降りていったみたいなね、そんな流れがあるのではないのか。でさらに降りたら降りたで、ここにいる人たち結構いい人やんけってなって、侵略組の中でも分かれたみたいなね。でカルガラサイドみたいな奴らが現れて、で一緒にその地球の奴らとまあ戦ったみたいなね。敵として来たのに結果寝返っただよね。で味方陣営として戦ってくれたみたいな、そういったような考え方もできなくはないっていうね。まあカルガラサイドがそれでね、ルフィ君たち系みたいな、D の一族とかっていう風になるのであれば、それは面白いなっていう風に思っていて、そうなると今度はその海軍の中になんでガープさんが入れるのかっていうところも解決ついてくるんですよ。要するにもともとはその D の一族っていうのも、まあ同じ自分ら側のね奴らであると、だけども裏切ったような奴らであるっていうところにも繋がると。だけどもみんながみんなで裏切ったわけじゃないし、実際普通の人間より強いしね、まあ一応海軍においていいんじゃないのっていうような考え方もできなくはないっていうね。だけどもそうすると D の一族イコール月の民である、そういった子孫であるとかっていう風に考えることができて、で黒ひげは D の一族であるってことも、まあ、出てるわけじゃないですか。マーシャル D ティーチっていうね、 D ってついてるんだから、イコール月の民やんけとか、その子孫であるとかっていうことも想像ができるよね。だからその人であるっていう風に人間が2つ作った前例はないっていう発言が出てくるのが、まあ違和感になる。イコール考え方としてもう一個あるのが、 D の一族っていうのはもともとこの地球に住んでいた奴らである、そして侵略組、この五老星組がバッと来た、でそいつらは2つ以上食えますよ、この人間たちは食えないですよっていうような考え方もできる。で実際悪魔の実を2つ作ったら爆発するってのも分かるんだけども、じゃあもしもそれが人間ではなくて、まあ月の民しかり、ミンク族しかり、さらにはそこから広がってロボだったりとかね、そういったものが2つなんか得ることができたらどうなのっていうね、それ2つ得れないのっていうね、まあ、可能性はあるよね。人間はダメなんだからね、ロボなんて別にね、中で喧嘩するような要素ないから別になんとでもなるっしょみたいなね、まあ、爆発するって言ってるからどうかわかんないけど、そういったところからして、どうなのかなっていうところはある。だから下手したら2つ以上食えるような奴らもいるっていうね、そういった考え方もできる。それイコールそれが五老星であるっていう風になるのであれば、だいぶ面白いなと思います。あの発言の意味、そしてこれがどこまで広がっていくのか、難しいところでございますけども、だいぶこれは面白い話だなと思います。実際この話でいくと、もともとこの D の一族っていうのが、まあ、地球にいた組であるっていう風になると、それがある巨大な王国に住んでいた奴らであるっていう見方をしていくのが一番ね、本当になんかピースが全部合ってくるんだよね。もともとは地球にはそういったね、まあ地球かどうか知らんけど、巨大な王国があって、でそれが D の王国であるみたいな、でそこに侵略してきた奴らがいて、戦いが起きて、その結果空白の100年っていうのがねあって、でそこからの、まあ、後に誕生した世界政府っていうね、位置的には出来上がってるよね。で同時に D の一族っていうのも消されてるわけじゃないですか。イコールもそういうことやんけっていうふうにも考えれるよね。 D の一族っていうのはもともとはこのある巨大な王国のやつら、そこに住んでいたやつらだったっていうね、そういうふうに考えることもできる。であとは実際じゃあなんで海軍にそんなね、敵側のやつらがいるのかっていう、なんでガープがいるのとか、なんでサウロがいるのっていうふうになってくると、結局はめちゃくちゃ強かった、悪魔のように強かった、だからその D に食われちまうぞっていう、まあその恐怖を植え付けるようなね言葉も存在するわけで、めちゃくちゃ強かった、だから戦力にはなる。で実際にその捕虜をどうするのかっていうのがまた重要だよね。例えばインペルダウン、そこにぶち込んでいくってことも可能だからこその、気が地
国にああいう風にね古代文字があるっていう風に誰が書いていったってことも考えることはできるし、それは一つとして、あとはその悪い奴らというかその D の一族でそのまだまだ喧嘩を打ってくる奴がいれば全部インペルダウンで、逆に協力してくれるよ、こっちサイドに来てくれるよっていうような奴らがいれば、まあそれは丁重に扱いますよっていうね、そういったような流れがもしかしたらあったのかもしれない。そう考えるとすごく面白いよね。でもっともっと面白いのがインペルダウンでそういったような D の奴らがぶち込まれていたって風になると、サンファンウルフで一応巨人族なんだよね、巨人族でサウロがいてとかってなってくると、サンファンウルフが結構ボケキャラじゃないですか。ボケキャラであいつ結構強いんですよ。だけどもそれが味方陣営に来るみたいなね、巨人族からのっていうのでもしかしたらいろいろと繋がるのかもしれないっていうね、そこら辺がだいぶ面白そうなところでもあるんですけどもね。まあ年齢的にはそんな、ね、もちろんすげえ年齢いってるんだけども、そんな何百歳もいくわけじゃないんでね、別の話だけども、ただそうなったら面白いなと思います。ということで改めて今回のコメント、安倍さんありがとうございます。めちゃくちゃこれは面白いなと思います。どこまでねこれは広がっていくのか、個人的にもすごい楽しみなところでございます。そして最後になりますけども、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。 OK ですか？それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラ、シックドリキューでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!